アラポスタ、アラジェイダ、ナイス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 、よかったボタン言って。誰も言ってない。うん、いいボタンだと思うよ。ナイスヘイト。任せろ。どういうことなんだよ。どういうこと。わかんない。ウェイ、ナイス、ナイス、偉いね。いいボタンや。ヘイト買ってくね。でもリンさんダウンロードした後にボタンを押してるからね。偉いよ。偉い。ちな今エレキにいたよっていう人誰かいます？はい。ああ、ゲンさん白いわ。おお。なんで？え、内緒です。決められてます。欲しいな。多分2人だったのに殺されなかったみたいなことですかね。翔平さんは見てますね。見てリアクター鳴る前にエレクに置いてきました。ああ、開幕翔平さん石油にのアップロード行ってます。弦が石油脇のテープ。僕が今、エレク上がってメインシャワーアーカイブラウンジの配膳のとこなんですけど、翔平さん置いた後に石油側から翔輝さんが多分ぐるぐるタスクの方に行ってるのを見てます。うん。うん、その前に石油いたってことですよね。で、私はテープタスク終わった段階で翔平さんがアップロードから出てきてました。で、私は左にいたけど翔平さん来てないから多分キッチンから来られてる。あ、そうなんだ。僕はノア君がそのメイン上がってリアクター鳴った後にメイン上がって僕は、エレキで、3連タスクやって勝ちやりに行ってで、今メイン上がろうと思って戻ってきたところだったんですけど見てないからキッチンから来てたらじゃあなんか右抜けあ、じゃあ上、メイン上がってんのかな？ちょっとわかんないです。で、ピンちゃんは、キッチンで見てます。ゲンさんとピンちゃんが多分、展望の方に行ってるのを見て、僕は席入ってる。私の記憶は、ピンちゃんさんバーガータスクにはいた。私が左にキッチンに流れてた段階で、私がバーガータスクやったら、ピンちゃんさんも横におられたっていうのを覚えてます。リアクターの前に多分竹谷さんがキッチンの方に行ってるんで竹谷さんからの情報がそうですね。エンジン分けのピンチャー見て武器庫のところで多分ゲンさんがキッチンから武器庫入ってきました。でモルさんがキッチンの方に抜けて僕その後ゲンさん追っかけて証拠左に行ってるって感じだからモルさんの方が多分最後キッチンの方にいる。あ、そうですね。ゲン拓也がその武器庫上上がってくのとすれ違うようにキッチン展望って言ってるけど、うん、そっちにはピンちゃんはいなかったんで多分席方面じゃないかな。うんうん、うん、私が展望で配電盤待機しててその段階でリアクターが鳴ったんで
もう初号機内までバーって走ってて、拓也さんをゴミ箱のタスクのうちに置いてきたと思ったら拓也さんはついてきてました。はい、あのゴミ箱だけって戻りました。これリアクターになった時って基本下にいるって認識でいい？ピンちゃんと翔平さんも合ってます。絶対エリクにいるはず。タヌポヨリン魚は基本白でいいかなと思うけど、白かな。はい、僕はあのルーンに乗っていってるんですけど、工藤さんが先に左直してるんで多分工藤さんは無理だと思います。あー、じゃあ無理だと思う。証拠左に最後いるのを見てるんで。なんか僕目線、翔平さんも石油とかにいる想定ってことですか？いえ、エレキとか。エレキとかだと思う。置いてきてるんですよね。で、抜かれてないからそれより下ってことですよね。僕目線ちょっと割と結構原産対抗かも。ピンちゃんが先にバーガーツから離れる、その後原産が離れるのも見えて、その後石油向かってるんで、私と対抗というよりタクヤさん、モリテンさんとも対抗になるけど大丈夫ですか？原産、ね、あぶね。あ、マジ当たんなかったですよ。いや、白いなそれ。なんか正気さん目線って原産よりか俺と対抗になると思うんだよなと思って聞いてました。てかモルテンタクヤあたりにならないのかなって思ってて、そう、キッチン展望で見てないんですよ、私ピンちゃんは。死体がないことをそこに証明できるから、うん、うん、基本石油エレキの方に行ってると思うんですよね。あ、ごめん、僕目線の話しておくと、ノア君切ってる場合って僕目線ってそのバイタル側しかないんだよ。でその場合ってリアクターになる前に切らないと無理だから、僕目線基本翔平さんがメイン上がらないと無理。ノア君が切るのって、僕はその間ノア君が上がってるのを見て、エレキで3連タスクと勝ちをやってるから。で僕がその原産対抗に上げたのは、ピンちゃんとその原産のバーガータスク離れた順番がそもそも違うから、なんか、なんだろう、ゲンさんが仮にピンちゃん切ってなかったとしても翔平さんの切ってそうかなって思っちゃうから、そのノア君切ってない場合ね。だから僕はゲンさん対抗であげたって感じ。翔平さん私が切るにしてもですよ、切るにしても展望キッチン武器庫っていう経路に私が切ったという想定される鬼が絶対ないですよ。うん、これ拓也さん目線はどうですか？あ、どうですかってのは、ゲンさんが白かどうかってことです、ね、あ、そうそうそう、私は難しいと思っちゃうんだけど。うん、難しいと思っているし、あ、もう出ちゃいます。シェリフです。リアクターが鳴ったタイミングくらいで、キルクール上げて、そのタイミングゲンさんも武器庫抜けてるから切れない。んー、だから、もう僕目線って、下側のキルできるのってモルさんか正気さんかなと思ってて、話聞いてて正気さんの方がおかしいなと思ったから入れてる機能。あ、オッケー。そしたら多分じゃあね、ゲンさん強靭とかになりそうかな。でモルテンが、シンプル切ってる。源さんが先出てその後拓也さんですよ。ん、まあモルテンさんは確かに最後にまで左下に残った人間だから、私がまあ切ってる可能性はあるけど、源さん強靭は分かんない。拓也さんが見てくれてるから、まあ私は切れない陣が、間違いなく無理、切れない陣がって多分正気さんは主張したいんだと思う。あ、そうそう、うん、なんかそう、そのタイミングでなんかその否定入るんだったら、僕目線は源さん切れないんだったら強靭とかになりそう。そもそもなんかその、まあ、正気さんだったら正気さんに白打てるんだよね。いや、絶対とは言えないですけど、釣れるんだったら別にいいけど、正気さんとならローラ飲めます。なんかまあ次でいいかなと思っちゃったけど、じゃあ対抗モルテンに上げときます。
見てはない。ん？あ、いいのか。あ、そうですね。大丈夫ですね。うん、正気さんはなんか僕はローで落ちてると思っています。うん。うん。まあ、基本ローラーは飲む上で。いや、この状態だったらモルテンローラーはしないから、うん、俺だってボタンがもう 30m 絶対立っているから、うん、モルテンが切ってない限りは、まあ、モルテン初号機左で、ん？初号機の通路であっていて、まあ、キルしてるんだったら多分エンジンルームとかその辺に切られてるんだけど、俺がコミュニケーション待機、コミュニケーションからエンジンルームそのままガンダ行ってミーティングルーム行ってるので死体ないんですよね。うん、そうですね。貨物からラウンジ、アーカイブ、シャワーメインって向かってます。です。まあ、じゃあこの盤面上もモルさん僕白を置きます。でゲンさんも2キル無理だと思っていて、工藤さんも証言的に多分証拠左に置いてかれてるタヌポエさんから言われて、その後僕見てるんで、工藤さんも切れない人、うんうん、他の人でも、あのちなみにノア君は、うん、あのリアクター鳴ってるのに、うん、右に行ってるんですよね。どこで鳴って今始めまして、エレクの中で鳴りは、エレクの中で鳴り始めて、うん、その時に翔平さんが、俺が勝ちタスクから出た時に翔平さんが勝ちタスクに入っていっていて、でそこで鳴って、メイン上がってシャワー、シャワーの配線タスクをやって、アーカイブ入ったら治ったからラウンジの配線って感じ。治ったのか、うん、でも右でタヌポヨさん、あ、ね、タヌポヨさんヌーンできたって言ってたよね。タヌポヨさんが縫んできたときに私と魚さんが直してたから、私と魚さんは切れないからもう隠しろだっていう話だったんですけど、ああ右側に疑ってなくて落とすんだったらノア君かなと思って、うんうん、そうなんだよね。私もそこでなんか変な動きしてるんじゃないかなってちょっと気になったから聞いたんですけど、正気さんとでだったら飲むよ全然、うん、で多分俺ボタン押したときに自分で言ってるし、正気さんを対抗俺じゃないって多分どっちのキルも、うん、どこにいたんでしたっけ。あ、証拠左、証拠左で弾いてるから大丈夫。うん。位置的に、いや、切れないと思いますね。タナポヨさんの証言合わせて。白落ちてるんだったら待ちでもいいですけど、結構今助かる。まあいいかな。マットは必要ですね。俺、今回停電直したし、1個前、こんなの。1個前、米をね、直してたのは見た。え、これ、3票入れてるの誰？魚と。はい、入れてます。3人。はい。いや。あぶねあぶね、マジ？そこ二人か。拓也さんに入れます。拓也さんに入れます。拓也さんに入れます。熱っ。ダブキリンゴや。天才だ。やぶねのあさに振られるか。いや、そう危なかった。いや、俺もうあそこドキドキしたマジで。え、長さんじゃないの？長さんじゃないよ。さっき2キルできる時間に1キルで止まってました。あ、そう。いや、俺ね、待っているか分かんなかったんですよ。まあまあ、そうですよね。そうそうそう。いや、一瞬ね、長さんがマジで。たくやさんマットかなと思ってたから、まあ、走りにかと思って、ピマットいるかなと。やった、嬉しい。いやー、なんか、釣れなかった。釣っちゃえばよかったんか。ローラーだったからね、うん、なんかローラーの位置。あれ、釣って残っちゃったら、なんか、そうそうそう、リンさん、魚さん疑ってたかもしれないな、普通に。よかった。あ、いや、なんか残りのキルのところで。いやー、あんまり原産、追ってなかった。原産切れたのか。モルテンさん隠したから死体があって散歩したのに、いや、そう、そういうこと。それはすげえわ。マジ相方してもどうやって切ったか全く分かんなかった。
キッチンで切られて上見たら拓也がゴミ抜いてて下下下ああそうか、あその位置なんだ。でその後モルテンちゃんに踏みつけられた。踏みつけてアップロードしてましたね。スーパーポンコツだった。やったー嬉しい。ゲンさん切れたわ。ゲンさん切れなくなっちゃうと実施点がゲンさんマットのモルテンインポスターにしかならないから、そうそう、それでしちゃったんだけど、まとめられなかったかもしれない。あいや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 。